はい、今回もですね、またまた誰やねんと、お主は誰ですか。ササブジェラノビッチ、はい、わかりません。と、能力はパワー型で微妙ですと。センターフォワードかな、センターフォワードな。ササブイエラノビッチ、めっちゃ言いにくいな。ブイエラノビッチ、ビエラノビッチでいいんじゃない。うん、もうなんか言いにくいわ。うん、やばいよね。88センチ、なかなかでかいやん。クロアチアの出身で活躍したのかな、多分してないんでしょうね、名前聞かないから。ササビエラノビッチちゃんは現在もちろん引退して、イストラ、クロアチアのチームでね、スポーツダイレクターやってると。おお、頑張って出世してんじゃん。なればできんじゃん。お、クロアチア代表キャップ持ってる、1キャップ。すごいじゃん。1キャップ、ワールドカップもちろん出てないと。出てないよな、ちょっと待って。1キャップでメンバー選ばれてるパティンあるからな。なかったね。その可能性はなかったです。あ、すごいね。ずっともイタリアか。クロアチアでプレーしの、イタリア、コモ、キエーボ、ペルージア、ジェノア、毎年移籍してるわ。ベッチェ、アスコリ、トリノ、やば。ビゼンツァ。やばいな、毎年やな。で、ルーマニア、アタランタ、ベローナ、バレーゼ、メッシーナ、ポルドーネ。やばいな、転勤族やな。当たり鳥やな、まさに。はい。まあ、そんな活躍はしたのかな。セリア通算125試合で22ゴール。まあまあやん。で、セリエ B が172試合で42ゴール。まあまあじゃん。まあ、イタリアがでもあれやねんな。ずっとやんな。チャンピオンズリーグ6試合、どこの時ザグレブ、あ、もしかこれ、ルーマニアのこれ、クルージュかな。はぁ、なんて、いい経験してんじゃん。まあでもね、現在はね、クロアチア地元に帰って、ダイレクターをやってるという感じですね。